こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、ニャンコダ選手2のカップキャラを紹介したいと思います。はい、前回は、一番は、バトルネックをゲットしました。かわいいですね。はい、前回はのラインナップはこれです。じゃじゃーん。おー、大戦争。ゲームですね。アリキンが今もうやってるゲームです。かわいいですよね。で、ラインナップはまず猫忍者と猫ビルダーと猫ポトリ。で、この鳥。で、あとはこれですね。メタル猫と、これはレアですね。で、金、猫ビルダーです。これの拡張版です。これですね。さあ、ということで、このラインナップですね。ごすりです。で、じゃん。1回やると、まあ、1回300円です。全部。おー、結構ですね。あり。では、じゃあ、一回やりました。ゲットしたのは、じゃじゃーん、猫忍者です。かわいいですね。はい、では、ちょっと組み立てまーす。はい、これですね。はい、少々待ってください。じゃじゃーん、できました。猫忍者。かわいいですね。いいですね。はい、これ。はい、ラインナップはこれです。はい、まず猫忍者と、まあ、さっきの猫ビルダー、ね、猫の鳥と、あと激レアですね、激レアアイテムのラインナップ、金猫ビルダーと メタル猫です。はい、今回はアリキンがこれです。猫忍者、いいですね。はい、猫忍者はどういうものかを紹介します。はい、これですね。お、忍者みたいです。いいですね。もう、うん。戦闘向きのキャラですね。バトル猫よりは性能が高くて、赤い敵に目が。これバトル猫です。このよりは性能が高いです。バトル猫、強いです。イエーイ、やったー、嬉しいです。はい、これ猫コレクションですね。こっちの方が強いです。猫忍者。猫、バトル猫です。はい、ということで、以上です。アリチンタでした。今回は、ヤンコ大戦争2のキャップキャラを開封しました。ゲットしたのは、猫忍者です。おー、いいですね。忍者の毛があります。はい。で、これで、はい、アリチンのヤンコ大戦争コレクションが増えてよかったです。はい、では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。